はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田良治でございます。アメリカ疾病対策センター発表、重症化リスクの低い50歳未満の人は3回目4回目の追加接種をせずに次世代ワクチンを待つべきと、発表しておりました。アメリカ疾病対策センターっていうのは、まあ、日本でいうと国立伝染病センターみたいな、そういうところでありますね。ネットの反応です。その前にですね、まあ、どういうことかっていうと、重症化リスクが高い人は気休めでも3回目4回目打てば、そうでない人は次世代ワクチンを待てば、っていうのは今あるファイザーとかモデルナとかのワクチンって初期の初期のウイルスを元にして開発されてるじゃないですか。で、いろいろ変異してて今のウイルスに合わない、合ってないっていうことも含まれるらしいであります。ネットの判断です。はしご外されてて草、まあ様子見が正解だったね。ワクワクキャンペーンとは何だったのか。あったな、そういえば。そんなのワクチン打ったらライブ料金2割払ってあげるみたいな、今頃打った人はどうすんの、今まで打った人はどうすんの。現行ワクチン悪いと言ってるようなもの、俺は3回ともグロッキーになった、この人は真面目に3回打ったみたいですね。今までのワクチンは今までの株に対して有効だけど新しい株には有効性が落ちる、だから新しい株に対応したワクチンが出るのを待った方が良いというようなことを言っている。あと何回打たせるつもりだバカ政府と、絶対安全安心なワクチンとか古今東西ないからな。これね、狂犬病ワクチンって生ワクチンしか存在しないんで、1万頭に1頭ぐらい強烈な副反応で死亡します、大体。いわき市ではですね、私も狂犬病ワクチン接種事業に携わっておりましたけれども、福島県いわき市においては毎年1万4000頭ぐらい、注射するんですけれども、まあ、毎年毎年ね、1頭死亡するかしないかぐらいの率でした。ですけれども、これは保健所の方でですね、人のために打つ注射なんでやむを得ないっていうふうに割り切って、犬が1万頭に1頭死んでもやむを得ないって割り切って、継続しております。良いワクチンが登場するまで待つべきってがっちり言われちゃった。8億回分をすでに契約して厚労省買っちゃったみたいです、今までのワクチンね。つまり初期の初期の株に合わせて開発されたファイザーとかモデルナのワクチン8億回分買っちゃった、こういう報道はなかったことにしてですね、シャニムに4回目も5回目も接種させようとするのは明白。ワクチン買っちゃった分は使っちまわないと責任問われるぐらいの勢いで、まあテレビ新聞もそれに加担すっぺな。というか役所の発表通りそのまんま報道してたらそういうふうに世論持ってかれちゃうでしょうね。そして本当は何もせずに、本当は指一本動かしたくないという岸田政権、現状維持圧力が強い岸田はそれに乗っかると、皆様は個人の判断で接種するもしないも自由であります。私は実はしておりません、一回も。打つ前に肺がんになっちゃって治療に突入したんでね、なんとなく今に至ってますけれども、そんなこと言われちゃうとファイザーとかモデルナ打つ気なくなっちゃうな私的にはね。皆さんには強制しませんけどね、打つななんては言いませんけれども、強権発動して接種させようとしたフランスやドイツで大規模デモとか起きましたけれども、何万人も集まっちゃってね、日本は憲法違反で強権発動ができませんでした。改憲は必要だけど、なんか今の頭が悪い自民党に強権持たせたく
ないですな。こういうニュースがあったにもかかわらず、在庫処分するたびに効かねえワクチン打たなきゃダメって、強要しそうですね、今の自民党すごい頭悪いから。それとも強権使えるようになれば、それ使う前にもっとよく考え、もっとよく情報を探して考えるようになるんだろうか、なるんだろうか。そんなね、ワクチン抱えちったから使っちまわなくちゃ、ダメだみたいな、そういう安易な理由じゃなくて、強権発動するのは大変なことであるから慎重になってくれるんだろうか。ちょっと私は疑問です。岸田総理、5類への変更は現実的でない。そんなことばっか国会で返答しておりました。即答、検討もせずに。ネットの反応です。クッソ無能、ミスター現状維持、いろいろ吹き込まれた結果、2類利権が出来上がっちゃったから5類相当で何の問題もない。変異の可能性があるから変更は現実的でないって、岸田総理言ってたみたいですけど、それ言っちゃったらいつまでたっても変更できないんじゃないの。変異の可能性があるなんて分かってるよ、そんなのは。日は昇りまた沈むくらい当然のことじゃん。まあ2類利権っていうのは存在すると思いますよ。コロナ対策費12兆円のうち9割が使途不明っていう日経新聞の報道ありましたもん。12兆円の9割ってなんぼですか。11兆円近いよね。それが行方不明、これどこに流れてんだ。医療界が潤うのはまあいいんですけどね、医師会の会長とかそんなとこばっかりじゃなくて、看護師さんにも行き渡ってほしいな。金流れ込んだんだったらさ、って思いますけど。8億回分のワクチンの在庫がさばけるまで変更しないと私は予想しております。5類になってですね、自費接種ってなったらますます接種率下がってですね、何億円分、何十億円分、ひょっとすると何千億分の期限切れ、廃棄処分の危機だもんね。そうすると厚労省か誰かの責任問題になるでしょう。まあ自民党はですね、そんなことばっかり言ってると選挙で落ちて責任取りますけれども、自民党、厚労省、そんな責任は取りたくありませんっていうことでね。私も議員になって実感しましたけれども、公務員の仕事の9割は責任逃れのために費やされております。形式を踏む、手続きを踏む、他社に承認させるっていうことに9割エネルギーが使われております。どうしても責任を議員とかなんとか委員会に押し付けられない時はですね、まあなんとか委員会とか有識者会とか作ってですね、大勢で責任を分担するっていうことをやります。まあ議員と違ってね、次は当選できるか分かんない議員と違ってですね、何十年も勤めなくちゃいけないから自然にこうなるのは分かるんですけれども、まあ35年勤めるとして責任取って途中で辞めたくねえ、辞めさせられないことが公務員の取り柄なのにっていうなるのも分かりますけれどもね。22日参院本会議で岸田総理、消費税引き下げは考えていない、これまた即答しておりました。ネットの反応です。ついに検討すらしなくなった。検討せずに即答するんだな、これだけは。いつも検討するっていうのに、これに関しては断言なのは草、むしろ上げる準備中だよね。さすが財務省の犬、そりゃ増税しか考えてないもんね。経済政策がとにかく下手くそと、国民の声は聞かない内閣と、国民の声、ネットの声は決して聞きません。で、誰の話聞いてかっていうと官僚ね。朝日新聞の女性記者、朝日女性新聞記者と
年頃になった経産省官僚を下ろしてですね、財務省出身者を後釜に据えるなど、自らの周囲を財務省に取り替えまくってます。で、自ら洗脳されに行ってます。岸田総理。財務省からですね、日夜ですね、増税すればみんな幸せ。みたいなことを吹き込まれて、すっかりその気になってんじゃねえかって、私は思います。最近は顔も変です。左目がちゃんと開かないみたいなんですよね。結構この写真、左目がちゃんと開いてない写真多いです。これね、なんか思考停止したなんかの信者の顔みたいだな。財務卿かな。岸田の場合はですね、増税卿かなって思いますけれども、菅直人もこんなこと言ってましたね。不景気だからこそ増税して官僚が完全完璧に使えば好景気になるなんて、すっかりあいつバカだから洗脳されちゃって、菅直人。そんなこと言ってましたね。消費税導入したのは橋本龍太郎政権でした。財務省が橋本龍太郎を洗脳して洗脳して洗脳しまくってね。この時なんつってたかっていうと、皆さん忘れてるとは思いますけれども、消費税を 10% にすれば所得税取らなくて済むって、この時言ってたんですよ。で、とりあえず 3% でいいから導入させてるんですってね。これが大嘘ってことは、 10% になった今も所得税たんまり取られてることから証明済みですね。まずは 3% ってことで導入した結果ですね、橋本龍太郎は選挙大敗北の責任取って辞任しました。増税した内閣は短命、これも事実であります。これ分かっていながらですね、洗脳されるって、財務省の洗脳が実に実に巧妙なんでしょうね。これに騙されないでですね、野田佳彦内閣で決まってた消費増税、5% から 10% にするって決めたの、すっかり騙されたバカの野田佳彦が決めたこと、でありましたけれども、安倍元総理は騙されませんでした。財務省にね、なんやかんや理由つけて延期に延期したのが安倍総理であります。そりゃ財務省はですね、安倍総理が憎くて憎くてたまんねんじゃねえの、未だに安倍がって、やってんのも、そういう勢力なのかな。表に出ないでですね、裏でなんやかんや今でも安倍叩きしてるかもしれないですね、財務省ね。医療が福祉が、国民一人当たりの借金がって言ってますけど、これ全部嘘ですからね。0から 3% に上げました。総税収は減少しました。3から5に上げた時も、総税収は減少しました。景気が冷え込んでね。5から8も同じ、8から10も同じ。ならば10から8に消費税率下げれば総税収は増えるはずっていうのは自明であります。そんなね、そうなるかどうかわかんないなんて言ってないで、一回やってみたらっていうことで、私は参院選に出るつもりですけれども、消費税減税、やったら、な、医療が福祉があって、なんていうか、総税収は上がんだから、もっともっとお金取れますよって話でね、税金ね、増えますよね。国債イコール、国民は貸してる側であります。その証拠に、預金の利子として、福利を得てますね。どういう仕組みかというと、銀行がですね、しこたま国債買い込むんですよ。んで、利子を払うんですけど、銀行がしこたま国債を買い込む原資は、皆様の預金であります。ね、国債の利子を銀行が得る、そのうち半分ぐらいを預金の利子として払うっていう利ざや稼ぎを銀行は一生懸命やってますね。財務省の嘘と洗脳は恐ろしい。これに騙されるバカが腹立たしい。野田佳彦とか橋本龍太郎とか、橋本龍太郎さんですね、実は私と同じ誕生日でした。7月29日。岸田文雄も同じでした。
7月29日。あとですね、Cカズオも同じでした。なんだそれ。ムッソリーニも同じですね。謎だよな。自民党少子化対策調査会。第2子は月3万円。3子以降は月6万円。これでやったらどうだっていう提言を取りまとめたそうであります。ね、岸田政権に提言するというようなニュースね。記事要約、高所得世帯を除く、どこが境目だか、書いてありませんでした。第1子は0なんだけど、2番目は3万円。3番目、4番目、5番目、6番目は6万円ずつ上げましょうっていうものだそうであります。財源は不明。財源は不明と。まあ、男女共同参画費削りは済む話なんですけどね。ネットの話、選挙が近くなると、こういったばらまき案が増えてくるね。選挙が近づいたっていうのがよくわかるね。民主党も、子供手当なんつうのを提言してましたね。月1万4千円ばっかしだったかな。ずっとばらまきやってるけど、少子化は進む一方、なんでいつも所得で足切りすんだ。今は少子化世代が親なんだから30年遅いと。すでにもう親世代20代の若者が少子化で単にっていう、親が単にっていうね、結婚できない社会が根本問題だろう。金配っても少子化なんて解消されんけど、なんかうさんくさい。これを実現しても、果たして女が結婚相手の収入を不問にするだろうか。いう意見ですね。2番目は年に36万円もらえるってことですね。18年間で648万円もらえるのか。3番目、4番目は1296万円もらえるのか。使わず貯めとけば大学行かせる費用になりますね、これね。少子化の大きな原因の一つに、教育費、高すぎる教育費があるんでね。まあ本当言ったら、高卒でもですね、自分の子供2人を高校卒業してやれる程度の所得を保障するぐらいが、そういうふうに持っていかないといけないですけどね。例えばですけど、企業で、会社でね、大卒募集しますって言ったらですね、その大卒の社員にはですね、大卒の子供を2人育て上げられるぐらいの給料やんないと、その会社はその人の人生を泥棒してるってことなんですよ。まあそういうことなんだね。高卒でも一家、大した大卒と給料変わんねえで稼げるし、っていう、こういう社会が実現すれば、高すぎる教育費もう問題にならないですけど、通貨配るんじゃなくて、そもそも取らないっていうのはできねえのかな。なんでなの、そもそも取らない。18年間で1300万程度の減税はできんじゃねえの。子供と主婦の扶養控除額増やせば解決でしょうよ。今38万円ぐらいかな、所得から控除されんの、扶養一人当たりね。これ100万にしたらいいんじゃないのねってさ、だから年収500万の人が子供2人、専業主婦1人で3人養ってたら、300万控除して200万を課税対象にすると、そしたらですね、配るぐらいは減税できますよね。取らないってことできますよね。なんでかんで一旦徴収してですね、金を握りたい財務省、そんで握った金は俺らが配り先と金額を、決めっからっていう権力を振るいたい財務省と、バカで騙されて言いなりの自民党と、すでに生まれた子優遇じゃなくて、結婚を推進しろ、結婚させるような政策を行えよっていう意見もちらほらありました。金ばらまいても女性が
男の収入に無頓着になるもんかっていう意見ですね。自民党は多分ですね、結婚せんやつは何しても結婚せんって割り切ったんでしょうか。結婚しない選択した人もいることですし、結婚に向き不向きの人格性格もまあ確実にあるんですけどね。足切りは1000万ぐらいじゃないかと予想いたします。高所得は除く、1000万ぐらい出ないと多くの公務員がもらえなくなっちゃうですね。足切りを500万とかにしたら公務員もらえなくなっちゃうから、あの公務員にもばらまきていいから、ハードルは上にすんのかなーなんて。したらな、足切りなんかしねえで、所得がたとえ1億円の人でもあげたらいいんじゃねえの、それが公平じゃねえの。そしたらその人10人も15人も子供作って少子化対策にはいいんだねえの、なんてちょっと思いました。現実的かどうかは分かりませんけれども、5月4日渋谷で NHK スクランブルデモ開催いたします。正式な告知はまだですけれども、今のうちから予定開けといてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。